第五天皇、第五天皇、第五天皇、885年2月6日、元行9年1月18日から930年10月23日、延長8年9月29日は、日本の第六十代天皇、在位、897年8月4日、官票9年7月3日から930年10月16日、延長89月22日。名以上。 これざね、後に厚人、厚君、厚人。親戚の身分として生まれた、唯一の天皇で、はじめ源以上と言った。後父の即位と共に皇族に列し、新王宣言の後に、厚人新王に改めた。歌天皇の第一王子。母は内大臣、藤原高富士の女藤原院子。養母は、藤原厚子。関白大女王大臣、元常の女。 元領九年、八百八十五年一月十八日、親戚に降下していた、源の定世の長男、源以上として生まれる。任が三年、八百八十七年、父の功績復帰と即位、歌天皇に伴い、皇族に列することになった。官平元年十二月二十八日、八890年一月二十二日、新能宣言、同二年十二月十七日、 八百九十一年一月三十日に、厚人に改名。同五年、八百九十三年四月二日立大使。この際に、父歌天皇から剣を貸しされたことが、現在にも続く、つぼきり剣の始まりと言われている。同九年、八百九十七年七月三日に、元服すると同日戦争、同月十三日に即位。七味門の訓示。 官票ご異会を受けて、藤原時平、菅原道真を左右大臣とし、政務を任せる。その知性は34年の長きにわたり、石棺を置かずに、形式上は申請を行って、数々の業績を収めたため、後代になってこの知性は、演技の地として歌われるようになった。しかし、正待4年、901年、時平の残言を入れて、 菅原道真を太宰院外卒に左遷し正体の変は生涯の傷と評されることになった。近年ではこの事件は天皇と時平による歌上皇の政治力排除のため行動だったと考えられている。また同じ年に時平の妹、藤原恩氏が女王子として受代しており、後に中宮のに立っていることからも、この事件はそれまで歌上皇が取ってきた藤原氏を抑制する。 政策転換という側面があったとも考えられている。時平は、昇園制リレーの施行に尽力したことをはじめ、国史、日本三大実力の完成や、律令制の基本法である演技格式の先週にも着手している。天皇はまた和歌の振興に力を入れ、演技五年、九百五年には、古今和歌集の先進を、吉つらゆに命じている。自身も、 和歌をよくし、直線集に都合四十三種が入っているほか、歌集、演技魚集も編んでいる。三十三年間にわたって記した、新規、演技魚記、全二十巻は、早くから散逸して現存しないが、諸書に引用された一文を次の村上天皇のそれと、合わせた、演技転略魚記賞とて伝わっている。天皇ははじめ中宮の、藤原恩師との間に設けた、 長子安脇親王を東宮とし、その宮津どころに時平の娘、ひと義子を入れていたが、縁起九年、九百九年に時平が死に、二年後には、親王も二十一歳で創生する。そのため、ひと義子の子義し王を皇太尊としたが、二年後やはり五歳で、溶接した。一連の不幸は、菅原道真の怨霊の仕業と噂されたため、縁起二十三年、 923年になって天皇は、道真を左遷した御事とのりを覆し、道真を右外人に服した上贈与を行ってその慰霊に、務めた。しかし、延長8年6月、930年7月に、清涼土の落雷事件が起きるとこれ以後体調を崩し、9月22日には、いよいよ山谷月によって、皇太子広明神皇、安明神皇の同母邸に上位。 その七日後の二十九日に出家すると同日放御した。三四十六、翌月十日、山城国寿軍山品寮、第五寺抜きた、笠取山の西、小野寺の下に土葬された。二十人に近い女王、後位を抱え、安明親王文献美子大使、与明親王重明親王利部を、源の孔明、親戚孔家、金明親王全中将、 弘明あき新郎、須天皇、成明あき新郎、村上天皇をはじ、三十六人の史上を設けた。直願寺大号寺の近くに御寮があることからその名に、ちなんで、大御天皇と追合。大御院とは言わなかったようである。また在位中の代表的な年号をとって、演技帝とも称された。三笹は、宮内庁により、京都府京都市伏見区大五古,古道町にある後、 山品領、後の山品の御捧木に事情されている。宮内庁上の形式は遠急。長く第五次の管理下にあったため、所在が確定できる数少ない平安時代の御捧木の一つである。また皇居では、高齢殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の礼が祀られている。 大醐天皇の逸話として、最も有名なのは大鏡にある、雪が降り積もって、寒さが一段と厳しい夜に、諸国の民はいかに寒からんとて、魚医を出すというものである。民の上を忍ばれた大醐天皇は、疾病や天候の不順な時には、退社したり税を免じられたり、収穫の良くない年には、民の負担を減らすために、徴用の節、徴用の節、 9月9日を何度も中止されたとある。また、干ばつの時には、一般民に、冷委院の池の水を汲むことを許し、そこの水がなくなると、さらに、上泉院の水も汲ませ、ここの水もなくなったとある。鴨川の洪水などがあれば、水害をこむった者に、助けの手を差し出したり、その年貢や労液を免除されたとある。上記の天皇個人の逸話に加えて、 前述の律令制の基本法である演技格式、国史、日本三大実録や古今和歌集の完成など、天皇自身がリーダーシップをとって、政治、文化の振興に努めた、第五項の知性は公正に、理想の時代とされた。一方で、菅原道真追放については、盛代の傷とされ、天神信仰説話である、日蔵夢の木では、死後、 菅原道真を落とし入れた罪、父である、宇田天皇に背いた罪などとして、地獄へ落とされ進化ともども罰を受けているとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。